ヌーレッディン・パシャは、オスマン帝国末期及び、トルコ共和国初期の陸軍軍人。トルコの政治家。第一次世界大戦で、チャールズ・タウンゼンド少将の第六プーナ師団を追撃し、クートエル・アマラで包囲したこと、トルコ独立戦争で、西部戦線の第一軍司令官を務めた、ことなどにより知られている。トルコでは、アゴヒゲのヌーレッディンとも呼ばれる。 また、墓姫名には、ヌーレッディン・イブラヒム・コンヤルと記されている。ヌーレッディンは、1873年に、ブルサで生まれた。父は、オスマン軍の召喚ミュシル・イブラヒム・パシャであった。1890年、イスタンブールのバンガルトにあった、陸軍士官学校に入校し、1893年、31世紀で、同校を卒業し、不評少尉として任官した。 ヌーレッディンは、陸軍大学を修了していない数少ない、高級将官の一人である。クラスには、ナージエフェンディ、ミュムターズエフェンディらが、コレスには、リュシュテュパシャラがいた。母国語の他に、アラビア語、フランス語、ドイツ語と、ロシア語を介した。ヌーレッディンは、1893年3月から4月の、アイバ、第5軍令下の、第40不評大隊に勤務した後、 1893年の4月から10月まで、直令軍に配属された。1895年1月31日、中尉に、同年7月22日には大尉に昇進した。1897年の木戸戦争に、アラソニア軍司令官、エドヘムパシャの副官として従軍し、イスタンブールに帰還した後、第一軍司令部の第一課に配属された。 1898年10月、スルタニアブデュルハミと2世の副官となり、1901年には、少佐に昇進し、1902年まで、ブルガリア国境司令部の参謀団に勤務した。1902年から1903年まで、マケドニア地方で、ゲリラ討伐戦に従事した。1907年、中佐に昇進した、ヌレディン・ベは、同年12月、 セラーニクにある第三軍司令部に配属され、1908年には大佐に昇進した。1908年の青年トルコ人革命の前に、ミュッシル・イブラヒム・パシャが第三軍内の統制を図ろうとしたとき、ジェマル・ベ少佐と統一と進歩委員会の他の会員が、イブラヒム・パシャに目こぼしするよう警告すべく、息子ヌーレッディン・ベイの取り込みを図り、ヌーレッディン・ベイは、 統一と進歩委員会に加入した。1909年8月19日、軍階級降格法に従って、少佐に降格され、予備役として第一軍に送られた。1909年9月、巨畜チェキメジェ軍知事に任命され、1910年4月、第77不評連隊長代理に、その後、第83不評師団第一代隊長に任命された。 1911年2月、ヌーレッディン・ベイは、第14軍団に配属され、イエメンでの反乱の鎮圧に従事し、中佐に昇進した。11月には、第14軍団で、予備役とされた。イエメンから戻り、バルカン戦争末期に、第9不評連隊長として参戦した後、1913年に、オットーリーマン・フォンザンデルスのドイツ軍事施設団の、 元で編成された、模範部隊に配属された。タウンゼンド指揮下の、第6プーナ師団の退却とヌーレッディン指揮下のイラク、地区司令部令下部隊による追撃及び包囲行動。タウンゼンド少将ヌーレッディン米は、1914年4月まで、第4師団を指揮していたが、1915年4月14日に、イラク地区司令部指揮官のスユレーマン・アルケリー米が、 自殺したため、4月20日、その公認に任命された。6月中に認知に到着した。イラクで瓦解した部隊を指揮するとともに、バスラとバグダッドの県知事も兼任した。1915年11月、ヌーレッディン・ベイは、チャールズ・タウンゼンド少将の指揮する、英遠軍第6プーナ師団の進撃を、クテシフォンの戦いで停止させ、退却する残存部隊を、 クートエルアマラまで追撃した。クートの街を占領するための幾度かの攻撃は失敗したが、包囲を完成させた。ドイツ人のコルマール・フォンデア・ゴルツ元水は、1915年12月21日にバグダッドに到着し、イラク地域司令部をイラク軍と解消した。1916年1月20日、軍務大臣、エンベル・パシャは、 ヌーレッディンベイ大佐の代わりに、オジノハリルベイを、イラク軍の司令官に据え、ヌーレッディンベイは、第9軍団長、第3軍司令官代理を歴任した。1916年10月、ヌーレッディンは、ムーラアンタルヤ地域司令部司令官に任命され、アイドゥンを拠点とする、第21軍団の新設を命令され、1918年10月25日、アイドゥン県副知事となった。 この間、1918年に大佐からミールリバーに昇進した。1918年10月30日勇国に調印され31日正午に発行したムドロス、休戦協定の後、イズミルに司令部を置く第17軍団長に任命され、アイドゥン県知事を兼務した。12月30日、イスタンブールに司令部を置く第25軍団長に任命され、 1919年2月2日、ウルラ半島で反乱が発生したため、アイドゥン県知事とアイドゥン地区司令官に再任された。ヌーレッディンパシャは、イズミルで、政党、協会、商工会議所の代表からなる、下委員会を設立し、イズミル県利用ゴースマン協会の活動を支援した。しかし、協会の活動は、 ヌーレッディン・パシャの解任とともに停滞した。ギリシャ軍のイズミル上陸に対するトルコの防衛能力を弱体化させるため、連合国、特にイギリス首相、ロイド・ジョージは、イズミルからヌーレッディン・パシャを排除するよう要求した。イズミルの占領を以前に、スミルナ総主教クリュソストモスと対立した、民族主義者の将軍ヌーレッディン・パシャは解任された。3月11日に、 アフメドイズ・ゼトベイが公認の知事に3月22日にはアリナアディル・パシャが公認の軍団長に任命された。ミール・リバー・ヌーレッディン・パシャ1920年6月、ヌーレッディン・パシャは国民運動に参加するためにアナトリアに渡り12月9日中央軍の司令官に任命された。中央軍はアマスイアに司令部を置き、 1> 約一万名の兵員で構成されていた。ポントス人の形成は悪化していった。ヌーレッディンパシャは、アメリカの不況団を追放し、地元の幾人かのキリスト教徒を反逆罪で、裁判所に送った。ヌーレッディンパシャは、約三千の騎兵とトパルオスマガーの率いる、ラズ人の、殺し屋たちを含む、非正騎兵を率いて、こちぎり反乱の鎮圧を指揮した。反乱は、 1921年6月17日に鎮圧された。激烈な鎮圧作戦は大国民議会で議論を呼び、議会はヌーレッディン・パシャをサモン委員会に招致して裁判にかける決定を下した。11月3日、ヌーレッディン・パシャは中央軍司令官を解任されアンカラに召喚された。しかし、ムスタファケマル・パシャは介入して、 裁判を阻止した。6月9日、ギリシャ海軍駆逐艦、パンティールと戦艦、キルキスがイネボルに艦砲射撃を加えると、ヌーレッディン・パシャは、アンカラ政府の参謀本部に、ギリシャ軍のサムスンへの上陸を見越して、16歳から50歳のギリシャ系男性のアマスイヤ、トカット、カラヒサール・シャルキーからの追放を進言し、それは、 1921年1月12日付2082号法により実現した。ザ・アンカラガバメントアクセプティッド一等16ジューン、ヌーレッディン・パシャの中央軍は約2万1000人を追放し、サムスン独立裁判所は485人に死刑を宣告した。さらに、1921年6月7日にギリシャ海軍総甲巡洋艦、アベロフがサムスンに 艦砲射撃を加えると、西部及び南部アナトリアのトルコ国民派の支配地域に居住するギリシャ系住民は、アンカラ政府の命令で追放された。タネル・アクチャムによると、ヌーレッディンには、数千人のギリシャ系、オスマン帝国市民の虐殺に対して責任があるという。フェリク、ヌーレッディン・パシャトルコ第一軍司令官、アリーフ・サン・パシャが解任され、 今夜軍法裁判所に送致された後、アリフ・フワド・パシャ、レフェト・パシャらに、公認の軍司令官への就任が打診がなされた。しかし、誰もイスメト・パシャの部下にあたる同職に就きたがらなかった。そこで、1922年6月29日、ヌーレッディン・パシャが、アリ・イフさん・パシャの代わりに第一軍司令官に、任命された。そして、8月26日に、 カラヒサール・サーヒブ付近のギリシャ軍に対して開始された大攻勢の後、8月30日にギリシャ、小アジア軍、トリクピス集団をドゥムルプナル付近で包囲殲滅し、8月31日にフェリークに昇進した。スミルナのクリュソストモス9月22日、ヌーレディン・パシャは第一軍司令官としてイズミルに入場した。 ウトゥカン・コジャトゥルクによると、ヌーレッディンは、イズミル総督に任命されたという。一方、参謀本部の資料などによると、第一軍団長、イズ・ティン・パシャが、総督に、アブデュル・ハリクベイが、イズミル県知事に任命されたという。ヌーレッディン・パシャは、ギリシャ政教のスミルナ大主教クリュソストモスに出頭を命じ、その裏切りを攻めた。 そして、大主教を知事皇帝から追い出し、ムスリム群衆を招き、彼の扱いを委ねた。大主教は隣地にあって殺害された。トルコの新聞記者、ファーリフルフクアテイは、その時期、ムスタファケマル・パシャにインタビューするために、イスタンブールからイズミルを訪れたが、その日記に9月13日に始まった、スミルナの退化について記し、ヌーレッディン・パシャに責任があったと述べている。 アリケマルベイムダニア休戦協定の後、第一軍は、1922年10月11日付命令に、従って、イズミトに再展開した。ヌーレッディンパシャは、新聞記者で、イスタンブール政府の元内務大臣、アリケマルベイの拉致のお膳立てをした。ラフミアパクサンボー大佐によると、アリケマルベイは、11月4日、マズルムとジェムという名の警察幹部により、 歴史家、ジェマルクタイによると、ミームミームのエージェントにより、トカトルヤンホテルの前の床屋にいるところを拘束され、イギリス軍管理地区からクムカプに出され、ヤハン・イズミトに連行された。当時参謀隊員だったラフミアパクは、予備役将校として、検事見習いをしていた、ネジプアリに、アリケマルベイの尋問を命じた。その後、アリケマルベイは、 ヌーレッディン・パシャに呼ばれ、軍事法廷に移送されることを告げられた。アリケマルベは、私には、軍事法廷に行く用意があると答えた。しかし、ヌーレッディン・パシャは、ラフミに、門の前に何百人かの群衆を集めろ。アリケマルが門を通って出るときに、殺させろ、リンチさせろと述べた。ヌーレッディン・パシャとガーズイムスタファケマル・パシャ・ラフミは、この命令を実行するのを躊躇し、 代わりに、ケルサイト隊をヌーレッディンの元に送った。ラフミは、ネジプアリに、さあ、ネジプアリベー、アリケマル氏を軍事法廷に連れて行きなさいと告げた。ネジプアリとアリケマルベーは、門を通って出て行こうとした時、群衆に襲われた。襲撃計画を知らなかった、ネジプアリも、一緒に襲われ、ラフミの部屋に戻って、文句を言った。アリケマルベーは投石され、 刃物で背中を刺され、地面に倒れた。群衆は、アリケマルベーの新調されたスーツを脱がせ、指輪、金時計、ポケットにあるものをすべて剥ぎ取った。そして、彼を、くれぶしのところで縛って、下着だけになった、彼を引きずっていった。ヌーレッディン・パシャは、ローザンヌ会議に向かうために、そこを通過するであろう、イスメとパシャに、アリケマルベーの死体を見せるため、 小さな鉄道トンネルの上に公主台を設けさせた。アリケマルベイの次男で、元トルコ外務次官席クネラルプによると、彼の父は、計画的に虐殺されたというヌーレッディンパシャは、管理に3000着の古着を買わせ、不評代隊の将兵に着せて、中大単位で、夜、イギリス管理地区に浸透させた。第一陣は、米コ津の加工場に配置された。 さらに二つの大隊が、ボスフォラス海峡を越え、ルーメリヒサール周辺の家屋、ジャーミー、メドレセに配置された。ボスフォラス海峡の両岸が一個連隊により、抑えられた後、ハイダールパシャとカドゥキョイのイギリス守備隊を包囲する形で展開した。ヌーレッディンパシャは、騎兵中佐に大米を、この組織の司令官に任命した。イスタンブールの要所は、 私服の武装風評により選挙された。この組織は KT、K 不定という名で参謀本部により設立され、第一軍により運営されたが、兵士は、虚不定と呼んだ。K 不定は、ローザンヌ条約調印の後、1923年8月8日に解散した。その後、10月6日。 宿ナイリパシャ指揮下のトルコ第三軍団がイスタンブールに無血入場した。1923年6月、第一軍が解散し、ヌーレッディン・パシャは無役となり、キャーズム・カラベキル・パシャが第一軍監察官に任命された。1924年3月、軍最高裁判所判事に任命された。12月には、大国民議会の選挙に、 ブルサから無所属で出馬し、人民党の候補を破った。しかし、1925年1月17日、ヌーレッディン・パシャの議員資格が、大国民議会により、軍籍があるとの理由で拒否された。そのため、ヌーレッディン・パシャは、自分の意思で軍を退役した。2月2日に行われた、再選挙では、さらに得票を伸ばして当選した。 1925年11月、ヌーレッディン・パッシャは、防止法の草案が、トルコ憲法に抵触しているとして批判した。しかし、他の議員たちは、民意の敵であるとして、ヌーレッディン・パッシャを非難した。法務大臣、マフムード・エサド・ベイは、自由の命運は、反動の手にする玩具になることではない。国益にかなうものは、いかなる時も憲法に抵触しない。 決して停職することはないのだと述べた。1932年2月18日、ヌーレディン・パッシャは、カドゥキョイのハサン・パッシャ外区のクズラルアース・チェシメ通り23番の自宅で死亡し、ベーレルベーのキュプリュジェ墓地に埋葬された。彼は、ナズミーエ・ハヌムと結婚しており、セミーハ・ハヌムとメムドーハ・ハヌムという二人の娘がいた。セミーハ・ハヌムは、ヒュセーン・パッシャと、 メムドゥハハヌムは、陸軍将校、エシュレフ・アルプドアン、と結婚した。墓姫、ヌーレッディン将軍、セルマにパークの戦いに勝利し、クテュル・アマラを包囲した、部隊アイドゥンの第21、イスタンブールの第25、イズミルの第17軍団、国民闘争では、アマスイアの中央軍、アフィオンからイズミルに行き、イスタンブールを解放するために、 イズミとに集結した第一軍を指揮したヌーレッディン、イブラヒム湖にある将軍の墓である。その魂に栄光と安寧あれ。ブルサ、バグダッド、イズミルの知事を務め、記事、ブルサから議員に選出された、元帥イブラヒムパシャの息子である。1872年1932年2月18日1980年の9月12日クーデターの後、あと、 アタチュルクの戦友たちが選ばれて、国立墓地に改装されることになったとき、トルコ歴史協会は、独立戦争での50名の戦友の一人として、ヌーレッディン・パシャを選び、同時に、彼を、アタチュルク研究センターの名誉会員とした。さらに、ヌーレッディン・パシャは、フェリックではなく4つ星の将軍として表示され、ムスタファケマル・アタチュルク、イスメトイニョニュ、 フェブズイ着幕に次ぐ第四の人物とみなされた。そして、この決定はトルコ参謀本部により承認された。しかし、民衆の反応のため、参謀本部はヌーレディン・パシャの遺体の国立墓地への移送を断念した。ありがとうございます。